おはようございます。うつマラソンの阿部です。今日はですね、目標が2つありまして、1つは HSBC のクレジットカードのアクティベーションについてちょっと調べるということ、もう1つはですね、ホームページの、ヘッダー画面の画像ですね、これをですね、ピクスラーというクラウドサービスの、画像編集ソフトがあるんですけど、これで作る方法をですね、ちょっと確立したいなと思っています。ホームページの画像を誰どこかから持ってきてもいいんですけど、ちょっと作りたいって人もいると思うんで、これの方法を、確定したいなと。一つ目の HSBC なんですけど、先ほどちょっとある人から1000円でも2000円でも引き出ししておかないとカード自体が無効になってしまうよと言われたことがあって、でやってみたんですけど本当に無効になっててですね、まあこれはまずいと、まあまあのお金を預けているのでちょっとなんとかしたいというのが1点で、もう一つは、ホームページなんかこういう本を買ってみたんですけど、これジムドゥっていうサービスでホームページはちゃちゃっと作ってしまって、あとは集客に集中しましょうみたいな、そういう本なんですけども、まあこれワードプレスでも同じことが言えると思うので、ワードプレスでやるにはどうしたらいいかっていうのをちょっと研究したいなと思って、でまずは画像だと、私のホームページの画像もまだちょっとチャッチーのでちょっと昨日変えてみたんですけど、まだあの画像で、あのヘッダー画像満足してません。もうちょっといろいろやりたいんですけど、レイヤーとかですね、いろいろ画像ソフトに特有の考え方とかってあると思うんで、ちょっと勉強、今日はそれを、マスターするというのが今日の目標。今日は2つ目標があります。カードをなんとかすることと、ピクスラーの使い方をマスターする。はい、今日はこんなところです。以上です。